こんばんは。今日は激寒です。昨日まで冷房をつけていたとは思えないぐらいの極寒です。びっくら仰天。急に寒くて全国的にかな。ね、もう冬パジャマを出さないと。いけない。急に寒いです。ジラピケの季節ジラピケの季節。寒かったけんさ、今日こたつ欲しくなった2、3日前までの自分の発言を撤回せんといけん。失礼。そう、外が寒すぎて早く帰ってこたつに入りたいってなる。いや、本当はもう帰ってきて一目散にお風呂入りたかったもはやね。でもお風呂入ってしまったらさ、すっぴんになるからさ。せっかくこうしてちゃんとしている日はね、そのままお届けしようというね、プロ意識プロ意識。コウタさん、スケさん、中野さん、ヤジウマさん、ケーキーケーキー。ジョンファンさん、バーバブさん、タネさん、奥行さん、アカエルサンタさん、めっちゃ可愛いギフト。ヒロフミさん、ユウちゃん、ありがとうございます。こたつ早ないって。いや、こたつ持ってないし。話聞いてた。今日ガチャガチャした。たらーん。可愛くない？一発でシナモンが出ましたよ。可愛い。このシナモンにはめっちゃ可愛いと思って引いた。エンジェルシナモン。5分の1で推しが出ました。
そう今日リンコと会って、でリンコはなんかリンコがサンリオのパッケージのアイシャドウのガチャガチャをしとって、なんか思ったやつが出らんかったらしくて一個くれた。めっちゃでもくなんかやばいやばいやばい、これクロミちゃんアイシャドウ、クロミアイシャドウチークおーついたね、チークとアイシャドウになる。くれました。これどこにつけようかな、シナモンメイクポーチにつけようかな、かわいい。そうでこれはかわいいってなって、なんかリンコがこれのポムポムプリン、リンコはポムポムプリンでした。シナモン、リンコはどれでもいいって言っとったんやけど、私はシナモンじゃないならいらないって思ったけど、ちゃんとシナモンでした。シナモン、バッグにつけるべき、ちっちゃい、でも結構ねちっちゃいんよ。サイズ感的にはたくあんさん、ありがとうございます。本当はね、あのミッコってやつを弾きたかったんやけど、ガチャガチャをね、ミッコってやつをやりたかったんですけどなかったんですよ。それを見に行ったのに違うやつをやってしまいました。ポーチのチャックにつけよっかな、ちっちゃ、意外とちっちゃいんでね。ポーチにつけた、いいじゃん。よしなも白いけん汚れそう、すぐファンデーションとか。誰と遊んだかの予想難しかった？難しいでしょ。そう、結構みんなの予想を見てたら、え？みたいな。え？みたいなとこついてきてましたね。そこみたいな予想マグさん、ピラシスさん、クマタカさん、ありがとうございます。
こういう範囲、こういう関係、こういう関係、正解者はまあ私が見た範囲ではいなかったですね。そう、今日はね、ホケラジもさっき放送がありました。ありました。ホケラジは2回目、なんかさ、もうみんな2回目なんかなと思っとって、そしたら全然そんなことないんですね。なっちゃんは初めてで、私はもう2回目でした。今週はなっちゃんの相談がメインみたいな感じで、来週は私です。なんか来週は1時間スペシャルなんですよ。ホケラジはいつもは30分だけど、来週は1時間スペシャル。らしいです。今日も思ったけどさ、髪を染めとる子、まあ、メンバーはまあそんなおらんけど、まあ、アリちゃんとかおるけど、髪染めとる人とおったら、なんか自分がめっちゃ髪黒く見える、黒く見える、まあ、黒く見えるっていうか普通に黒いんやけど、そう、黒く見える。いいなってなる。そう、黒が引き立つ、際立つ、そう、黒が際立つ、なんか黒ってなる。そう、今まではそう思うのが、福岡に帰省して友達とかと会った時ぐらいしかそう思うことなかったのに、まあ最近はね、メンバーとかもだから余計にそう見えるよね。黒ってね。
黒髪似合うのが本当の美人って。そうだ、そうなんですか。でも黒髪って人間みんな似合うんじゃない、あの日本人は。そういうわけでもないか。まあでも染めた方が似合う人もおるよね。でもそうやって意識して街の同い年ぐらいの人たちを見たら、やっぱまあ染めとる人の方が多いけんね。視界には入る。黒い方が若く見える、若見えする。そうだよね、髪の毛染めとる方が垢抜け感が出るっていうのはちょっとあるんですけど、まあ黒でもね垢抜けてるんで問題ないです。自分で言い聞かせる。黒でも垢抜けてるから関係ない、関係ない。染めた方が似合わん気がするよね、自分的に。なんとなく、まあ染めたことないけん、なんかさ染めてみらんとわからんじゃん実際は。なんかさ髪切ったようにこう見せる感じとさ、本当に切るのとじゃ違うしさ、まあでも美容室に行かないと、定期的に行かないといけなくなっちゃうから。しかも染めるとかってなったらさ、滞在時間めっちゃ長いやん。美容室の、美容室に2時間も3時間もおれんまあ行って慣れればそれが普通になるんやろうけど、私には耐えられない。恋してカープさん、セリアさん、ありがとうございます。CG でシミュレーション、シミュレーションとかさ、なんか加工とかで、なんか違う。それとは多分実際は違うよきっと。これ伝えられないよ。しかも髪傷む。まだね、人生で一度も染めたことないんで。でもなんかあの染めて黒髪に戻しても、やっぱその染めた後に戻す黒髪って本来の黒髪とはちょっとやっぱ違くなるけんさ、この生まれ持った純ジャパ黒髪は取り返せないので、そんなんやったら人生で一回も染めれなくなってしまう
考えるとちょっとめんどくさい。しかも染めた人たちってさ、だいたい結局さ黒に戻ってくるじゃん。ですみんな。今日は峰吉さんと一緒じゃありません。黒でいいよ永久にねって。誰やねん誰やねん。そうキューティクル、これキューティクル多分これ多分キューティクル。留学してたのって吉田さんでしたっけ。してません。コンビニへ100メートル、いつもの雑誌コーナーへ。すぐに帰らなきゃいけないのに。今日はもつ鍋食べましたよ。寒かったけんね。鍋を食べました。でもさ、なんかたまに、たまにっていうか鍋食べに行って思うんやけどさ、鍋って家で食べるのが一番コスパ良くない冷静に考えて。なんか結局鍋は家で食べるのが一番いいよね多分。なんか食べに行くと、まあ質は違うんかもしれんけどなんか全然さ違うよねって思った。思う。なんか食べに行ったら何千円ってかかっちゃうじゃん。でもさお家だったら何千円分買えば1週間ぐらい鍋できるんじゃねってなる。でも家で鍋するのあんまりね気が向かん。食べた気せんのよね家で鍋しても。今日の締めは雑炊でした。ちょっと辛いもつ鍋にしたんやけど、締めでさお米ご飯入れて作ったらさ全部汁吸っとってさ冷静にやばいなと思った。冬毎日鍋っていいじゃん。しかも健康じゃない？野菜もなんか気づいたら取れるし、サラダ食べるより鍋の方がさ野菜食べれるくない？なんか無意識にっていうか、なんていうの、食べなきゃと思わなくても食べれる。11月の花だれ当たったって、お楽しみに。
まだ今年は鍋デビューしてません。今季、今冬、今年っていうかこの冬この冬ですか。ちょっと水分、鍋、その鍋の雑炊締めでもうその鍋のスープ全部吸ったことになるけんさ、喉が渇くよ。冷静に考えたら、あのスープ、鍋に、鍋のあのスープを全部摂取したってことじゃないですか。じゃん、じゃん、何これ、え、これ顔かと思ったけど顔じゃない。うわ、差がわからん、この絵の差がわからん。何これ、なんか全部顔に見えるんやけど、象に見える。何これ、あ、これこうか。シーホース、タツノオトシゴ、シーホース、全部穴開いてる。イルカちゃん、水族館行きたいなとか言って え、これかわいい、ラッコちゃん。いや、なんかさ、日本のお菓子はパッケージとパッケージに載っとるお菓子がの絵がちょうどなんか本当に同じサイズみたいななのがすごいみたいなさ、なんかバズっとったよね一時期。ラッコちゃんはシーオター、シーオター健さん、シュークリーム、ナポさん、スケさん、吉田健一さん、ありがとうございます。
あ、書いてある。お菓子の表面に穴が開いているのはチョコレートを染み込みやすくさせるためです。でもこれね、触ったら地味にチョコが溶けてくるんよ。なにこれ、なにこれ、なにこれ、なんだこいつ。なんかさ、このどうしてもこの染み込みやすくさせるためのこの穴が顔に見えるんよね。これカバーみたいじゃない。ドルフィン。マンボウ。何これ、何これ、待って、何これ、何これ、何にも見えん。これカバ、これカバやん、カバ。何これ、誰ですか。いやマジで何これ、誰これ。え、何、本当に何これ、これはやばい、何これすぎる、何これ。結構マジで何これ。え、本当に何これ、え、何かわからんわ。ウミウシ、そんなものはない。そんなものはない。え、何これマジで、え、何、え、本当に何ですかこれは。あ、これサンゴ。え、これサンゴだって。え、サンゴってあの葉っぱ、サンゴ礁、サンゴ、どこがやねん。コーラル、コーラル、あ、これはなんか見たことあるくない。マーメイドとかに出てくるくない、これ。え、違うかな。待って、これフグ？もう食べたけん分からん。クラゲとかね、入っとったらめっちゃ分かりやすそうだな。これは誰？みんなと皿見つけるのどっちが早いか。これ何？何これマジで。貝殻？ただの貝殻。アサリではないね。あ、ハマグリ？確かにありそう。あ、ハマ、は、ハマグリです。しかもなんかこいつ目があります。こっちではなく、こっちが目。ハマグリ、顔があります。ハマグリは英語でチェリーストーン。いたたたた。クラゲは？さ、クラゲ結構好きよ。映えるか。かわいいやん、見た目。
愛い子が、可愛いっぽい子みっけ。キャラン。明日朝お仕事なのでおやすみなさいって。こっちもだよ。シーライオン、アシカ、アシカ、アシカ。なんかさ、最近思うのはさ、アンパンマンのポテトとかもそうやけどさ、ちっちゃい頃食べよった、ちっちゃい子も食べれるお菓子とかって結構健康系じゃない？健康系が多いけんさ、あ、かわいい。食べてもいい気がする。そう、アンパンマングとか食べっ子とか、これもだってカルシウム取れるらしい、食べっ子動物。ツッキーちゃん、キョンシーさん、マックスさん、ありがとうございます。カルシウム入り、体に優しいねって書いてある。ビスケット、なんかさ、もう明日会社だからって、もう寝る人がおるのに、私はもうこんなメイクもバッチリでお菓子食べてるだなんて、よくない。私だって朝起きて仕事だから。最高のファンサービス。そうだよね、会社員とはわけが違うよね。そうだよね、そうだよ、配信してるんだから、こっちは配信してるんだから。今週この1週間、今日までの1週間は割と空きが多かったので、プライベートを充実させました。でも明日からは割と1週間忙しいし、まあね、11月12月もいろいろ控えてますので、って感じです。キュ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 ン。人間4時間寝れば問題ないって、いや問題あるよ。
それは私が去年の 1年で実感したことだから。やっぱ 3,4 時間しか寝てない日もまあどうにかはなるけど、やっぱねパフォーマンスは落ちますよ。気持ちも落ちるし、それはまあ最低の生きるあれとしては生きると思うよ。生きることはできますよ、生きることはできますけど、パフォーマンスは落ちますし、こういう仕事をしている側としてはだいぶパフォーマンスはだいぶ落ちちゃうのでそれ生きることはできるかもしれないけど、命の問題はないかもしれないけど、そんなこと言われたら私がブチ切れちゃう。ショートスリーパーじゃないよ全然、ロングスリーパーですだって今日もまあ人間さ 7,8 時間、7時間がいい説とか、まあ6時間、ん、人間7時間がいい説、8時間がいい説みたいな、なんかあるやん。で自分の中ではまあどっちかっていうと8時間がいいって思っとるんやけど、サラはでもその8時間がいいと思っとるけど、割と8時間のつもりで寝て起きようと思っても起きれんもん、全然起きれん。そう、起きれないんですよ私は。結構寝ちゃいます。なんか完全に目が覚めんわけじゃないけど、もうアラームもめっちゃ聞こえとるけど起きれん。起きれません。睡眠の質が悪いんかもしれない。でも仕方ないよね。スッと起きれるんだったら起きたいけど、起きれないんだから仕方がない。まさひろさん、すけさん、エスボーさん、ありがとうございます。だって高校生の頃とかはこの時間だったらもう寝ようとしている時間です。ああもうそろそろ寝ないとと思う時間だった。まあ高校生の頃はね、毎日もっと起きる時間が早かったので、しかもさ、それが毎日習慣化されとるけんさ、体もやっぱ覚えるじゃん。覚えるっていうか、まあ体もそれが普通になるけんさ、多分それができていたんだと思う。って思うよね。まあ今はバラバラですからね。
まあでも明日からは1週間爪爪です。爪爪週間。爪爪しようか。まあ11月は割と会うイベントというか会う機会いっぱいあるんじゃないかなと思います。10月よりはあるかな、まあ、10月もねなかったことはないけど、11月は11月メモしなくていいですか。通販番組でメモのご準備はよろしいですか。通販番組、皆さんメモの準備はよろしいですか。メモをしてください。メモを取ってください。11月4 7 13 14 15 21、まあ開けといた方がいいですかね。まあでもだからといって全部が全部該当するとは限らないじゃん、みんながっては思うよね。該当してくれればいいですけど。まあこれは今聞いてる人、今見てる人にだけ言ってるので、わざわざX に書いたりしなくていいですからね。見てもない人に教える必要のない情報なので、ここにいた自分が聞けたラッキーぐらいに思っていてください。別に何も言ってないですよ私は。公演出るとか出ないとか、この日がに何があるとかないとか、私は何にも言ってません。何にも言ってないので、ただ分かっていることを教えない理由もないからね。別に何って言ってないしダメなことはしていないので、私は日付を言っただけ。それ以上はみんなが勝手に想像しているだけ。何も言ってないし、何も言ってないし、分かってることを別に教えない必要性はないし、だから日付言っただけだから変更があったところでまあでも問題ない。ナタンさん、スケさん、ありがとうございます。なんか言われた、ショールームするから開けといてって言っただけですってね。もう50分じゃん、早いね。まあ、チャートリ公演今週、もう来週、今週っていうのかな、10月24のチャートリ公演
あ、一般販売受付中です。今日のインスタ見てくださいね。 TikTok も今日のインスタは秋コーデを載せました。あ、だだ秋コーデを載せましたよ。まだまだ服は秋はファッションを楽しみたいですからね。まあベレー帽だけじゃなく、ベレー帽にもいっぱい種類があるからね。普通のシンプルベレー帽とか、かわいいなんかネットとかパールとかふわふわがついたベレー帽もあるし、ベレー帽の中でもいろんなベレー帽もあるし、ベレー帽、まあニット帽はかぶらんけど、サラはニット帽はかぶらんけど、ベレー帽バケハ、バケハ、ファーキャップなど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 、いた、わわわ、ニット帽はちょっと似合わないですけど、マフラーの時期にもなりますからね。まあマフラーは。マフラーもいっぱいあるからね、かわいいやつ。なんかただの防寒具じゃなくてファッションになるマフラー、リボンになるマフラーとか、そう、リボンになるマフラーがねめっちゃ売っとるよね。ファーのバケハいいですね。マフラー姿もいいですよね。ニット帽は被らないですちょっと私のファッション的にもちょっと違うんで、ね、
もう55分だ。日曜日が終わります。また1週間頑張っていきましょうや。ないですか。まあ今週は過活もありますし、福岡フェスもありますし、仕事行きたくない。なんだと。働きなさい、働きなさい、働いてそのお金を使って会いに来い。働きたくないだと。じゃあ私が働きたくないって言ったらどうする。この配信もなくなるぞ。56分だ。おっちょこちょいさん、ありがとうございます。ではそろそろランキングを読みたいと思います。金曜日休んで前乗り勢です。羨ましい。私は今回羨ましい。48位ピノンさん、24位恋してカップさん、13位コートさん、12位ミンミンさん、11位熊高さん、10位奥行さん、9位マグさん、8位スケさん、7位ジョンファンさん、6位ピロシさん、5位めっちゃきのこさん、4位ゆうちゃん、3位やじうまさん、2位けんさん、1位赤えるさんさん、ありがとうございました。てなわけでいろいろと頑張っていきましょう。今週もインスタ、TikTok 絶対に見て、いいねコメントをしてから寝てください。それでは終わりたいと思います。って言ってもまああと2分あるんでね。2分はあります。そうですね、明日からも頑張っていきましょう。では終わりまーす。バイバーイ。グッバイ。グッドバイ。グッドバイ。グッドバイ。長いな。